バッドボーイズ佐田正樹さんの自伝小説デメキンでおなじみの暴走族福岡連合ですが、実際のところはかなり誇張が含まれているようですね。今回は福岡連合の歴代総長である大山琴さんや佐田正樹さん、関わったメンバー、実際と嘘、そして現在についてまとめました。福岡連合とは1977年生まれの不良により結成された暴走族。福岡連合に関しては1995年に福岡県福岡市東区にて、1977年生まれの不良たちにより結成された暴走族グループとなります。連合の名の通り、福岡市周辺の複数の暴走族の集合体だった福岡連合は、画像の傘下のチームがあったと伝わっています。大山こと顔面狂気で少年院帰りだった。福岡連合を設立した人物に関しては、福岡市東区に拠点を置く暴走族なちの総長だった大山琴さんだったと言われております。お笑いコンビバッドボーイズ佐田正樹さんの自伝小説でメキン上の大家さんは、顔面狂気と呼ばれるほど人相も悪く筋肉質な体型の少年でした。中学時代より鑑別所に送られるような筋金入りのヤンキーだった大家さんは、最終的には拉致監禁容疑で少年院にも入所していたようですね。少年院出所後は佐田さんの故郷笹栗町に住居を移していた大家さんは、福岡制覇を夢見て地元の暴走族を潰していき、1995年に福岡連合を結成。1年足らずで福岡連合から引退する前に13もの暴走族を傘下に収める巨大組織に発展させることになりました。大山こと逮捕の噂もあるが、同姓同名の別人だった。ネット上で大山ことを検索すると、2017年8月に動物愛護法違反の容疑で逮捕された人物のニュースが引っかかります。動画投稿サイトに猫を虐待する動画を投稿した結果逮捕されてしまった件の人物は、税務局員から税理士に転身をした経歴を持っており、世間的にはエリートと呼べる地位にありました。不良上がりながらも社会的に成功する人物は珍しくないため、この大山琴さんが伝説の不良の慣れの果てなのかと思っている人間もいるようですね。とはいえ、こちらの大山琴さんは逮捕時52歳となっており、1977年生まれであるはずの福岡連合元総長大山琴さんとは年齢がかけ離れているため、別人であることが確実となっています。佐田正樹先輩の事故死を乗り越えて暴走族となっていた福岡連合の歴代総長には、大山琴さんの後を引き継ぎ2代目総長となった佐田正樹さんもいます。後にお笑いコンビバッドボーイズとしても有名になった佐田さんですが、小学時代からやんちゃな少年だったようで、中学では学校の番長にも君臨した猛者だった上、歩道歴も2度ほどあったとか。そんな佐田さんは、地元の暴走族は串間の総長だった牧さんに憧れていたものの、町の不良との交渉の末に牧さんは事故死してしまったそうですね。その後笹栗町の不良少年の間では、暴走族として徒党を組むのは禁止とのローカルルールができたものの、牧さんの意思を受け継ぐ覚悟だった佐田さんは暴走族は法を結成。噂を聞きつけた大山琴さん一派に狙われて、アホごと潰されそうになったものの、あくまで仲間をかばう姿が大家さんに認められ和解、アホのチーム名を現役に変更して福岡連合の結成に立ち会うことにもなりました。佐田正樹福岡連合2代目総長に就任した。福岡連合加入後の佐田正樹さんに関しては、大山琴さんの右腕として活躍し、同じ福岡県下の暴走族である糸島連合や支流会を傘下に引き入れることに成功するなど、組織の拡大に貢献しています。大家さんが引退後は2代目総長の座を引き継ぐことになった佐田さんは、福岡連合の勢力をさらに拡大させて福岡最大の暴走族へと成長させることになりました。当時の佐田さんには400人もの配下がいたとも言われており、山中で対抗勢力の総長と対マン勝負をするなど派手に暴れていたようですね。そのせいで高校3年時に少年鑑別所送りも経験したという佐田さんでしたが、父親が学校に頼み込んでくれたおかげで高校は卒業できたとか。佐田正樹福岡連合引退後は自未遂も経験した。福岡連合の2代目総長だった佐田正樹さんですが、不良会の慣例通りに高校3年の夏に暴走族を引退しています。本来ならヤクザの世界からスカウトでも来そうな立場だった佐田さんでしたが、事務所で研修をした際に電話番か掃除担当でしかなかった。
新人の扱いの悪さに幻滅したため、極道の世界は目指さなかったとか、暴走族引退後の佐田さんは、受験勉強をすることもなかったため、一転して暇な時間を持て余すようになり、シンナーにはまってしまったそうですね。そのせいで情緒が不安定となり、カミソリ地をしそうになるなど、一時期の佐田さんは完全に燃え尽き症候群でした。そんな様子を心配した担任教師にハッパをかけられた佐田さんは、暴走族仲間だった大溝清人さんと一緒にお笑いの世界を目指すことになりました。バッドボーイズの大溝清人も福岡連合のメンバーだった。福岡連合のその他のメンバーには、バッドボーイズで佐田正樹さんの相方を務める大溝清人さんもいました。福岡第一高校の同級生だった大溝さんは、ウォーズ頭のてっぺんだけを金髪にしたファンキーな髪型で、登校してくるような少年だったようですね。その一方で学校では休み時間に絵を描いているようなおとなしい生徒だったため、佐田さんも当初は大溝さんをヤンキーだと認識していませんでした。そんな二人がヤンキーとして顔を合わせたのは、佐田さんが初めて福岡連合の集会に参加した時のことだったようで、ナチの特攻服を着て弁当を食べている大溝さんの姿を見てびっくりしたとか、福岡連合では連絡隊長まで昇進していた大溝さんですが、佐田さんが企画した暴走行為のとばっちりで逮捕された際に、高校を中退する羽目にもなっています。パンクブーブの黒瀬淳にも福岡連合説があった。福岡連合の OB 説のある有名人には、お笑いコンビパンクブーブーの黒瀬淳さんもいます。佐田正樹さんの近所に住んでいたという黒瀬さんは、3歳年下の弟が佐田さんと同級生の間柄だったようですね。そのため、中学3年の頃に弟が佐田さんと喧嘩になり負けたことに激怒して、佐田さんに土下座をさせたことまでありました。後に福岡連合の総長にもなった佐田さんでしたが、当時は小学6年生に過ぎず、年齢差になす術なかったとか、その後案の定暴走族入りを果たした黒瀬さんは、悪島の副総長に君臨しており、進学先の東福岡高校でも目立つ存在となりました。しかしながら、1975年生まれのため、福岡連合が結成された時にはすでに社会人となっていた黒瀬さんは、福岡連合の OB ではないようですね。福岡連合、福岡最強説は佐田正樹の嘘だった。佐田正樹さんの自伝小説デメキンにより一躍有名になった福岡連合ですが、作品中に描かれているような武闘派暴走族ではなかったことが濃厚となっています。実際の福岡連合は、周辺の暴走族を次々に吸収していったことまでは本当だったものの、博多競争連合や福岡競争連合といった既存勢力の存在もあり、福岡市内ですら勢力を伸ばせなかったとか、そのため、同時代のヤンキーたちの認識としては、主に福岡市郊外で暴れていた弱小勢力の一つに過ぎない存在が福岡連合でした。また、佐田正樹さんが設立した幻影に関しても、人口3万人の町の暴走族の一つということもあり、構成員は数人程度の小規模すぎるチームだったようですね。福岡連合、本当の設立経緯はフリッツが関係していた。実際の福岡連合に関しては結成秘話についても、佐田正樹さんの自伝小説デメキンとは相違があるようですね。実際の福岡連合は、中核チームだったナチは喧嘩自慢のチームだったらしく、総長の大山琴さんも福岡市内で一目置かれるヤンキーでした。そのため、福岡市内の有力暴走族だった博多競争連合傘下のフリッツの OB たちからも可愛がられており、福岡連合結成を促したのもフリッツの OB たちだったと言われております。福岡連合の現在、すでに解散して消滅していた。福岡連合の現在については、結成時にすでに暴走族自体が時代遅れ気味な存在であり、巷ではチーマーなどが流行していた時代背景もあったため、1990年代後半には解散しているようですね。そのため福岡連合の歴史は、結成数年程度で終わってしまったごく短いものとなりました。福岡連合についてまとめてみると、佐田正樹さんの自伝小説デメキンで一躍有名となった暴走族グループ福岡連合ですが、東京での知名度のなさを良いことに、かなり誇張された武勇伝ばかりだったというオチになります。福岡連合の OB たちの今後のより一層の活躍を祈りつつ、今回のまとめを終了させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。